集中力結局取れなんだ。でもよかったよかった。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先頭争いが相手記者日本のブルー西野ブラー期待通りの結果を出せ。そっかそっか、記者は参るみちゃいちゃ。それは知らなかったの、ありがとうございます。あの怪我の選択は待機者取る単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは日本のブルー一番審査13番、そしてその外18番。いいじゃない、いっちゃいいじゃない。今の逃げ直線いいよ。逃げってあの CPU 相手には安定するけど対人戦全く安定しないっていうイメージが強いんですよ。逃げコーナーいいよ。なんか自分の中で結構会心の作りができたかな、スキルコースがバッチリかなって感じの逃げの馬ができてもさ、うん、なんかすげえ沈むことあるんです対人で。あるね、1着か10着かみたいな。これも余裕でしょ。ああ余裕ですね。この辺でスキル発動して、いいスキル発動して、発動しない発動しない発動しない、うん、いやでもいっぱい残してるから。あとあの内枠外枠もあるでしょうね対人だと、うん、ちょっと何もスキル発動しなかったんだけど最後の直線ゴール直前で末脚が来たまあまあいけた、いけた、まあまあまあ、うん、じゃあ見てください。いいじゃない、かわいい、いいじゃない。たぬき顔が好きなのかな俺。まあ感想はできました。はい、あちなみにこれ馬はライブは最後にまぐみましょう。最後のレース、あの我々のタイムアタック終わってからまとめて。はい、とりあえず一安心。はい、一安心です。これプレッシャーを申し訳ない、毎回見ると大変なんで。いやでもこれね緊張しますね、これ見てて思ったけど。これ緊張するな。次はファクト君よ。いやこれ緊張するな。これはもうねファクト君、もうファクト君がプレイするの僕と教師がやんやん言いながら見てる、ね、やんやん言いながら、うん、無責任の立場で見てられるから、うん、スキル